どうもこんばんはパパゲイノです。今夜も一緒に乾杯しましょうということで始めさせていただきます。今日はねこちら船口菊水です。船口菊水はねもう美味しいんだこれこれはねやっぱりねこれはね美味しいものがある時でないと飲みたくないんですね。さてといきますよ。それでは皆様準備はよろしいでしょうか。乾杯。お疲れ様でした。ああ、これねごく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 やっちゃうともったいないんですよ。ちょっとねどうしよう。こっちは水。これ水です。うまいうまい。でね、今日はねなんで船口菊水かと言いますと、サンマがあるんですよ。サンマのお刺身スーパーで見つけてしまってねつい買ってしまいました。498円を249円、なんかねいつも僕が買うお刺身にしては高いです。まあ、サンマねまだ出だしだからねちょっと高いのかな。でこう開けてみると、まあ、こんだけしか載ってないんですけどね。それとあと今日はね焼きサンマもあるんですよ。サンマの塩焼き、はい、これこちらです。塩サンマとかって書いてあったんだけど目が透明だったんでね、まあ焼いてないなこれはって。だから塩サンマの意味がよく分かんなかったんだけど、まあ焼かなきゃどっちにしろ食えないだろうなと思って今焼いてきました。ということでいただきます。最初は焼きサンマの方からいこうかな。いやもうね、ああ秋ですね。まだ暑いんだけど、それでも秋は着実にやってくるっていうか、日が暮れるとねそんなにバカみたいに暑くはないですからね。よいしょ、あれなんかうまく取れんな。皮が取れてっていうか、やっぱねサンマは皮ごといかなきゃダメだよね。あれなんかもうなんかぐちゃぐちゃになってきたけど、いただきます。うまい。サンマの味だ。サンマね、途中で真ん中でぶった切っちゃうのがね、ちょっと残念なんだけど、でもね、ちょうどいいお皿がないんですよ、サンマ用の。いや、お店で売ってるからね、欲しくなっちゃうんですけど、お皿ばっかどんどん増えてもね、しょうがないんだよね。うまい。塩サンマってなんか普通のサンマとちょっと違うのかもしれない。気のせいかな、この肝がね赤みがかってるような気がする。なんか違うのかな。いやってこの赤いのが間違ってるってことないよね、まさか。いやでも食べてておかしい感じはしないです。おいしい。塩サンマってそれ去年もなんか見たような、去年だっけかな、一昨年だっけかな、以前もどっかで見たような気がするけど、あお酒のこと忘れてたあお酒もうまい。船口菊水最高。おけたんま、本当にうまい時はねなんて余計なこう評論ができないですね。特別文学的な才能ない凡人にとってはね、余計な言葉を言うってことはこの食べてるものに対して失礼です。こうやってこれからねまたしょっちゅうサンマ食べることになると思うんですけど、このサンマが食べ飽きてきたなとかって思う頃になってくると寒くなってきてね、またこのまた冬の美味しいものが出てくる季節になるわけですが、まだ当分は食い飽きないな。いや久しぶりのサンマでね本当に、食べ終わりました。いや久しぶりのサンマでね
もうお酒のことも忘れてしまうぐらいの勢いで食べてしまいましたが、ちょっとこれ落ち着いた、じゃあ今度これでお刺身いきましょう。わさびね、さっきスーパーで小袋もらってきたんだけどな。で、うちに帰ってきて冷蔵庫に入れるところまであったのを覚えてるんですよ。だけど今食べようとしたらなかった。どこに行ったんだろう。あれ、これサンマわさびでよかったのかな。あ、生姜かな。とりあえず何もつけずにいきます。醤油だ、あ、つける、醤油はつける、醤油はつけていきます。油があんまり乗ってない。サンマの刺身っていうとさ、これサンマだよな。今気づいた。解凍でした。解凍。あは。そうか。そういうことだったのか。なんだ。いや、美味しいですよ。美味しい。美味しいけど。美味しいけど。やっぱり旬の生サンマの刺身だともっと脂乗ってんだよね。てか考えたらさ、旬にはちょっと早いんだろうな、きっとな。でもサンマを見てつい飛びついてしまった。いやでもいいんです、塩焼きがうまかったから。でもそれさっきも言ったあの塩サンマってのは結局何だったんだろう。塩サンマは塩で処理したサンマです。臭みを抜いたり身を引き締めたりする効果があり、ムラなく塩味が浸透します。多分これ塩水に漬け込んだサンマなんですね。だからね、焼く前もちょっと思ったんだけど、なんか普通のサンマと少し違うんですよ。なんかちょっとね、なんていうの、ちょっと年寄りっぽかった。だからなんとなくそういう風な系統なのかなとは思ったんですよ。塩振ってあんのかなとか、なんとかそんな感じはしたんですけどね。なるほど、そうか。でさっきやっぱり言ったけど、内臓が赤くなってるのもその関係かもしれない。え、何、塩さん、え、サンマ内臓はどうする、取り方、簡単な取り方、内臓なしとかさ。あのね、サンマの内臓取っちゃダメじゃないですか。そんな邪道な食い方はいかんな。あ、ちなみにあの赤いって言っても寄生虫のことじゃないからね。あのサンマの赤い寄生虫はまあ確かによくいるんですけど、まああれは焼いちゃえば大丈夫ですけどね、もちろんね。じゃなくて内臓自体がね、なんか赤くなってたような気がしたんだよな。気のせいかな、よくわかんないけど。まあでも普通に美味しかったし、っていうか普通以上に美味しいんですよ。すごい美味しかった、塩サンマ。あの、そっか、あの塩サンマもひょっとしたら冷凍だったのかもしれない。だけどそうか、だから多分塩で締められてるんですよね。味がだから濃かったんだ。だからすげえうまかったんだ。なるほど。結果的にだけど、この食べ方で食べる順番で良かったんだ。大葉にちょっとくるんでみよう。ということでね、あんまりこのサンマの刺身には感動がなかった。おい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 。249円っていうか、定価が、なんでこの高いのは新しいからじゃねえんだ。別に特別取れたて新鮮なやつじゃないんですね。なかったんですね。やられちまったな。まあ半額で買ってるからいいんですけどね。あ、そうだ、お酒お酒。でもなんだかんだ言いながらもう菊水こんだけしか残ってないですよ。こんぐらいしか残ってない。ずいぶん飲んでしまったな。おかしいな、おかしいぞ。そんなにいっぱい飲んだ記憶ないんだけどな。誰か僕がサンマ食ってる横で飲んだりしてないよね。なわけないって。で、ですね、このツマが残ってるんですが、ツマはどうしようかな。ちょっととりあえず今片付けをしてきます。よいしょっと。
よし、よし、じゃあ第2、なんていうんだ、セカンドステージ行っちゃいますよ。ここにごまドレッシングをかけましてと。で、今日の主食が一応あるんですよ、これ。こちら。なんだこれ、ちょい飯豚角煮飯ってやつですね。あ、298円が149円。これも半額です。やっぱりね、多分ね、サンマ食いたかったんだけど、サンマだけだとね、ちょっとお腹が持たないだろうなと思ってね。で、ちょっと小さめのものでね、ついでにこれも持ってきました。どうしようかな。両方いっちゃうかな、同時に。サントリートリプル生って、これ、これいただき物なんですよね。存在は捨ててた、実は。部屋の隅にあったのさっき気づいてね、やべえやべえと思って、飲まなきゃとかって思ってね、冷蔵庫に入れたんで。あー、賞味期限2024年6月だ。ちょっと古い。まあまあいいや。大丈夫。大丈夫。あと、これは麦ジュースですから。麦ジュースですから、これは。だから別にこうごくごく飲んで大丈夫と。いただきます。うん、うまい。今日はサンマの塩焼きがもうとにかくまず もうあれあれ、塩サンマの塩焼き、あれがもうとにかく、まあ本当に安定のもう王者のような味覚の第一位だったんですが、次にうまいのはこいつですね。なんて言うんだっけ、ちょい飯豚角煮飯ってね、あのイオンで売ってるやつでしたけどね。これも十分じゃない、普段だったら主役張れるくらいのうまさです。で、大根サラダもうまかった。この大根サラダ、なんかさっきトッピングになんか乗ってたけど、あれなんだったのかな。ちょっと美味しめのねトッピングがなんか乗ってたような気がしたけど、なんだっけかな、忘れちゃったな。あー、なんかこれ飲んだりこれ飲んだりちゃんぽんしてますね。本当はね、今日はね、この菊水を飲みながらね、サンマをいただいて、サンマについて語ろうかなとかっていうかね、思っていたんですよ。ネタもちゃんと考えてたんですよ。サンマといえば佐藤春夫のサンマの音ですねと。サンマ、サンマ、サンマ苦いかしょっぱいかってね、有名な詩ですね。で、実はね、サンマの歌ってね、あれは単にこうおっさんがね、サンマ食って子供の頃思い出すのはうまいなとかっていう、そういう詩じゃないんですよ、実はね。あれね、僕ずっとそんな詩だと思ってたんですけど、違うんですね、あれね。佐藤春夫っていうとね、多分ね、普通一般的にはね、サンマの歌と、それからあともう一つ、谷崎潤一郎との間のね、崔君譲渡事件、まあ、それぐらいしか皆さん知らないんじゃないかなと思うんですよ。てか僕も知らないんですけど、他に。てか僕がそれしか知らないだけなのかな。まあとにかく佐藤春夫っていうと、サンマがうまいなっていう詩を書いたっていうことと、谷崎潤一郎から奥さん譲ってもらったっていうね、それしかイメージがないんですが、実はサンマの歌と崔君譲渡事件って密接な関連があったんですね、あれね。谷崎潤一郎と佐藤春夫って一応あれ友人なのかな、師弟関係なのかな。確か谷崎の方がちょっと年上だと思うんですけど、当時の谷崎の最初のだよね、確か最初の奥さんってすごいもう美人で人柄もよくってできた奥さんだったんですよ。だけど谷崎はね、まあ小説読めばわかるんだけど、要はド変態なんですね、あの人はね。で、そういうね、できた奥さんに満足できなかったらしいんですよ、どうやら。で、奥さんと、まあ、こう、すれ違いといいますかね、関係が悪化してたわけなんですが、そこに、佐藤春夫がやってきたんですね。で、まあ、谷崎が奥さんのことをね、あまり大事にしないという、こう、現状を見て、同情して、ていたんですが、その同情がまあいつしかこう変わっていくわけですね、気持ちがね。よくありがちな話ですけどね。
で谷崎はね、だから奥さんに飽きちゃったんだけど、なんとその奥さんの妹の方を気に入っちゃったんですね。奥さんと妹ってのはだいぶこう性格が違うようで、あの妹の方はね、あのまあ自由奔放って言いますかね、まあ谷崎好みだったんでしょうね。だから谷崎のね、あの知人の愛ね、代表作、あの小説のヒロインのね、直美かな、うん、あの直美のモデルになったって言われてる人らしいんです、妹の方がね。で、最終的にだからその妹と結婚したんだっけかな。あ、だから奥さんを佐藤春夫に譲るというね、これがだから谷崎とそれから佐藤春夫とそれから奥さんのこう3人の連名でね、こう文章を公開したんですね。でそれがね、あのいわゆる有名な谷崎佐藤春夫の崔君譲渡事件なわけなんですが、でそこでね、あのさんまの歌ね、さんまの歌ってあれ、僕は最初知ってたのはね、さんまにこうなんかね、あのみかんって書いてあったと思うんだけど、小説あの詩の中にはね、カボスかなんかよくわかんないけど、なんかの柑橘類なんでしょうね、それをかけて、そしてあの食べる、でそしてさんま苦いかしょっぱいかとかって、なんか涙を流すみたいな、そんなかなところだけしか僕は知らなかったんですよ。あの実は柑橘の汁をかけて食べるっていうのは谷崎の習慣だったらしくって、で奥さんがもう夫に捨てられているんだけど、で夫はもうどっか行っちゃってんだけど、てか多分その妹の方にね行っちゃってんだけど、だけど谷崎がそうやってさんま食べるという習慣をこう懐かしんでいるよって、あので佐藤春はその時ね、あの奥さんがいて、そして子供がいて、そして佐藤春というね、なぜかねこう3人でご飯食ってんですよ。もうその状況がまたなんだかこう微妙なんですが、だからまあうちの夫がこうやって食べてたんだよみたいなねことを言って、そしてさらにね、その小さい子供がね、おぼつかない手でね、あのサンマの腹渡を取ってね、おじちゃんあげるとかってね、そういう光景を見て涙してるというね、そういう詩だったんですね。でもね、ちなみにね、その崔君譲渡事件あったんだけど、実は谷崎のその奥さんとそのまま佐藤春夫の間にね、スムーズにこう奥さんが移行したかというと、そうではなくて、実はその間にもう一人男がいたらしいんですね。なんといわゆる NTR という状況だったらしいですよ。それひょっとしてさ、谷崎がそうするように仕向けたんじゃねえかなとかって思うんだよな、僕。それ僕の想像なんですけどね。やっぱ谷崎変態だからね。というかさ、確か知人の愛もね、知人の愛は直美を NTR させて、あの主人公の男がね、なんかこう苦しいなと思いながら、えへへとかってなっちゃうというね、まあ、ド変態な話なんだけど、実際は姉のね、このよくできたね、奥さんの方をね、こう NTR させてね、谷崎ウハウが喜んでたんじゃねえかなというね、いう風な気がしなくもないんですけどね。で、そしてその後、さらに佐藤春夫に譲るというね、なんだかもう、変態道は奥が深いな。いや、でもね、あんまりね、できすぎた奥さんがいたらね、それに飽きちゃうっていうところね、なんでしょうね。なんか、そういう人何年か前もいたような気がするんだよね。お家に帰ればね、佐々木希みたいなね、綺麗な奥さんがいるんだけど、なんか知らないけど多目的トイレでね、なんかやっちゃった人がいましたよね。でもね、今はね、そういうことをやってしまうとね、再起不能ねぐらい叩かれてしまうんですが、当時は大丈夫だったんですね。スキャンダルといえばスキャンダルなんだけど、だからといってその後の谷崎がね、ダメージはなかったというか、ゼロというか、むしろプラスだったんじゃないかなとかって思うからね。あ、でもあれですね、今の佐藤春の三沼の歌の話と崔君譲渡事件の関係ってさ、ちゃんとこう原稿を書いて語ると一本 YouTube の動画作れますよね。こうやって酒飲みながらね、こうベラベラ喋ってると、なんかね、あの細かい事実関係とかもね、ちゃんと言えないからね。記憶で言ってるだけだからね、谷崎変態しかね言ってないような感じになってしまうんだけど、でもこういう話をしたらちゃんとした動画にまとめてね、週2ぐらいのペースでね提供すると結構面白い YouTube チャンネルできるかなと今思った。いや、でもネタ集めは大変だな。
でも昔の作家って生き方が面白いですよね。まあ今はねちょっとなんかやるとねすぐに叩かれちゃいますからね。あそうだ、大根サラダ、大根サラダ、あ、美味しかった。菊水がもうない。もう本当にここら辺数滴しか残ってないです。まあいいや。こっちがもうまだ残ってるから大丈夫。ということで今回の動画は以上になります。皆様におかれましては良い飲みライフをお送りくださいませ。今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。